長か最長族に分類される、鳥類。名前の由来は頭部にある角質のトサカが、サイの角を連想させることにあり、学名のライノセロスも、サイを意味している。別名ツの最長。インドネシア、太陽国南部、ブルネー、マレーシア、シンガポールでは絶滅。全長は、オスで110から160センチメートル、メスは少し小さめで90センチメートル程度。 下向きに湾曲した大きなくちばしと、そのくちばしの長さに、ほぼ等しいくらいのブト状突起を持つ。羽毛は、全体的に黒主体で、腹部とももは白く、お歯は白と黒の白紋用。死有同色だが、オスは光彩が赤く、メスは光彩が白く目の周囲に赤いアイリングがある。以下のアシュの分類は、IOC ワールドバードリストに従う。 ブケロスライノセロスライノセロスリンネウス1758マレー半島南部スマトラ島ブケロスライノセロスボーニオンシスシュレーゲルミューラー1845ボルネオ島ブケロスライノセロスシルベストリスバイラット1816ジャワ島標高1400メートル以下にある自然林やニジハヤシ沼地林などに生息する定地や、 産地の鬱蒼とした森林に単独かつがいで暮らす。ただし、食料が安定してた量を得られる場所には、複数が一時的に群れを形成することもある。樹上生活者であり、地上にはほとんど降りない。木から木へ移動する時でさえ、ダズタイに跳躍するか、あるいは飛んで移動する。長距離を飛行する際に非常に大きな羽音を立てる、ことで知られる。その鳴き声は、ラッパのようである。 主に果実を食べるが、昆虫、爬虫類、大木のホラオスとし、メスの巣ごもりの際、オスが巣の入り口を泥で塗り固めてしまう習性がある。これは本種に限らず、大多数の最長化鳥類に見られる習性で、産卵、育成に携わる、メスの安全を確保するためだと考えられている。泥の壁には、呼吸や休時のための小さな隙間を開け、 オスが餌を運んで、メスとヒナを養う。森林伐採や農地開発による生息地の破壊、食用や装飾用、小鳥飲用の狩猟、採集などにより生息数は減少している。1975年のワシントン条約発行時から、元アシュが1990年には種として1992年には最長続単位で、 ワシントン条約付属書通に掲載されている。ありがとうございます。